カフェクーにはハウス界のビッグ DJ が集まりました。サトシとミエは最近トニートニートニーやマイケル・ジャクソンのリミックスも手掛けた世界の顔です。本当にセンス勝負になってきたなって気がしますけどね。いい人は膝かけないっていうのが本当に証明されるっていうか、今自分が持っているもので格好も絶対できるはずだから、そういうことにポイントを置いてやっていったらいいんじゃないかと思いますけど。続いてニューヨークアンダーグラウンドシーンで圧倒的な支持を得るケリー・チャンドラー、ニューアルバムを引き下げての登場です。 Love it because I can play classics here. The vibe is really really hot. It's a very very personal album. Like I said before, I told a lot of people this. Honestly, I like the CD a lot better than the vinyl, but the vinyl has all the new stuff on it. The CD seems like it has years and years of just the feel of what I've been doing for King Street for so long. Just pick up the album, play it loud, and I'll see you next year. そしてサトシとミエとのプロジェクトも有名なコウキムラ、今回も踊らせてくれました。暑いね。すごい。すごいなこれ。なんという盛り上がりなんでしょうか、これは。ドミエの場合は外せないからね、うちではないとか。ね。